ためになる話第2弾は、トッピーが今感じることを独自のテーマで動画にしてます。今日のテーマは、全てを否定し全てを肯定する生き方です。令和元年の12月より YouTube デビューです。新年に迎えるにあたって感じたことです。全てを否定し全てを肯定する生き方。パソコンでも情報を詰め込みすぎると固まってしまい動かなくなる。それと同じように人間も詰め込みすぎると動きが鈍くなる。若い時よりは脳のデータの呼び出し時間が遅くなったり、知識がツンドラ凍った状態になってなかなか出てこないことは若い人でも体験することです。そういう時はどうするか。パソコンではデータをクリーンアップしたり削除したり、究極的には初期化したりして性能を維持したりするわけですけど、人間はどうするかというと、あまり話題になったりしない。記憶を消したり整理することはどちらかといえば賛成する人は少ないと言えます。しかしながら最近では断捨離もブームです。物の断捨離から心の断捨離へと、自分にとって不必要なものは極力インプットしないようにすることも大切なのかもしれません。現代は情報があふれている時代です。特に視覚から入ってくる情報は相当なものです。だんだん細分化し複雑になっている時代です。情報がない閉鎖された社会も問題ですが、情報過多の時代社会も問題です。そのうち我々も情報という荒波の中に放り出され、方向性を失い文明世界の中で放浪するか、社会参加不適合者として引きこもる結果になるのではと思います。今必要なのは、情報を仕分けしフィルターにかけ選別する能力が必要な時代なのではと思います。全てを否定し全てを肯定する生き方というのは、新しい年を迎えるにあたって自分をリセットしてみればどうですかという提案なのです。そして最も自由で自分を中心に置いて世間や周囲を見直してみる。今まで否定してきたことや経験に基づく思考という思考の垢を洗い流してみるということです。そうすると何が見え、何を感じ、何のしがらみによって自分が自分を分かりにくくしているかが浮き彫りにされてくるのではないかと思います。簡単なようで結構難しいテーマですね。しかし生まれて育ってきた価値観や当然だと思っていた思考を一度戦う剣を置くように床に下ろしてみると、今まで経験しなかった違った角度の自分を感じ取ることができるのでは。自分を知るというテーマを探求するには、自分の内部に向かって感度を高めるのが一番の早道だと思います。全てを否定し全てを肯定する生き方とは一つの断捨離だと思います。新年を迎えるにあたってチャレンジするのもありかなと思います。それは自分の経験則や知識に対して新風を吹き込んでくれると思います。今年はもう終わりですね。令和2年皆さんにとって良い年であることをお祈りし、今年の動画公開を終わります。ありがとうございました。